飛び出せトゥートゥキパーティー、じゃんけんぽん。あ、パムパムからメッセージが届いてる。なんだろう。とっても美味しい海苔巻きなのに、グータは好きじゃないと言って食べないんだ。グータが食べたくなる倍々の海苔巻きの作り方を教えて。だって、そっか、海苔巻きってすっごく美味しいのにね。じゃあ、私がポコッと簡単、グータが食べたくなるような倍々海苔巻きに変身させちゃうよ。それじゃあ、倍々クッキングスタート。いつもの海苔巻きをポポアリンが超かっこいい映え映えのり巻きに大変身。ポポアリの映え映えクッキング。まずは材料です。太いのり巻きと細いのり巻きの2種類を使っていくよ。太いのり巻きはだいたい5センチくらいの長さに切っておきます。中身は好きな具材を選んでね。ポポアリはじゃじゃん、納豆巻きにしていきます。早速バイバイポイント、チーズを小さい四角に切っていきます。包丁を使うときはお家の人と一緒にやってみてね。これぐらいに切って、全部の四角が同じ大きさぐらいだと見た目が綺麗だよ。これぐらいあれば十分かな。これぐらいの大きさに切っていきます。これぐらいそれでは早速盛り付けていきたいと思います。ここでまたまたバイバイポイント、海苔巻きの横にチーズを貼り付けていきます。こういう感じで、まあ、だいたい3つぐらいかな。横に3つチーズが付けられました。それじゃあ次は仕上げです。お皿にアスパラガスを2つ並べます。こんな感じ。そしたらその上にこのチーズをつけた海苔巻きを乗せる。みんななんだか分かってきたかな。アスパラガスはなんだかタイヤのようにも見えるけど、これはバスかな。さあ、さらにこの上に細巻きを乗っけると、じゃじゃん、完成です。普通の海苔巻きがポポッと簡単、バエバエ海苔巻きに大変。たくさん作ってつなげればまるで今にも走り出しそう。海苔巻きの代わりに卵焼きを使ったり、映え映えのアレンジは無限大だよ。あ、変身きた。グータに見せたくて早速作ったよ。だけど美味しそうで見せる前に食べちゃった。だってもうパムパムったら。みんなもぜひ作ってみてね。